はい。今度から先生が、はいって、みんなが入ってくるときにお声をかけます。そしたらみんなも、はいって答えてね、こんにちはっていうことだよ。ではまず自己紹介から。先生は、I am Setsuko。I、私はね、am は算数の1たす1和の和だと思ってください。だから、I イコールは Setsuko。でね、この絵の男の子を見てくれる？この子はよくテキストに登場するフレッド君です。こんなこと言ってるよ。I am Fred。My name is って学校で習ってるかもしれないけど、ちょっと堅苦しい表現なんです。だから、I am Sae とか、I am Natsuho、I am Riona、I am Mahona、I am Miu ちゃん。間違えちゃった。Miu ちゃんは違うクラスだった。Mia ちゃん。こんな風に言ってくれると、それで十分です。自己紹介の時にね。それでは、今度はお年を言っています。I am 10。だって、フレッド君何歳なの？10歳だよね。ちょっと復習1から10まで数えてみましょう。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。Very good. そこに可愛い女の子が本を抱えてやってきました。フレッド君が、君はメグちゃんだね、と声をかけています。自分は愛なんだけどね、君はね、you を使うんだよ。イコールもちょっと違うの。1たす1はの和。you の時は are。言える？ are。だから、you are Meg。これで君はメグちゃんだねって。じゃあ、お母さんに向かって、窓に向かって、君は、あなたは可愛いと言ってあげます。You are pretty。 ママに言うんだよ。パパに言っちゃダメだよ。You are pretty。ねえ、きっとママも喜んだでしょ。で、フレッド君が、確か、メグちゃん、君は9歳だねって言ってる。9ってなんだっけ？じゃあ、もう一回、リンゴの数を数えながら確認です。いくよ、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8。So, 9。You are 9。君は9歳だね。先生、みんなの歳をもう忘れてしまったので、今度来たとき、I am 10とか、I am 8とか、もう一回教えてね。で、フレッド君ね、I like baseball。野球が好きなんだって。っていうことは、like ってどういうときに使うのかな？好き好きっていうとき。先生は、I like chocolate。I like fruits。食べ物ばっかりだね。I like cats。猫も好きだよ。で、みんな今度来たとき、I like、もう一回今度教えてね。好きなものね。めぐちゃんはベースボールあんまり好きじゃないの。何が好きか。こんなこと言ってるよ、フレッド君。You like books。君は確か本が好きなんだね。そう、book は本だよね。いい？いっぺんにいろんなこと教えちゃおう。一冊の本だったら、a book でいいんです、book。ね。ところが、二冊以上本があったら、books。後ろに巣なんかついちゃうのよ。だから、猫が一匹なら、cat。でもさっき先生、cats って言ってなかった？ I like cats って。キャットスって言いにくいからキャッツになっちゃうんだ。じゃあもしね、犬が一匹いたら？そう、a dog。二匹以上いたらどうなると思う？そうなんです。dogs。スとかズがつくんだね。千匹いても dogs だよ。ね。
もうちょっとやっちゃおうかな。もし頭がぐちゃぐちゃになったら一回ここで切っといていいよ。フレッド君さらにこんなことを言っています。I have a bat and a ball. ライクは好き好きだったんだけど、have 言える？最後にちょっと下唇を噛みます。have これは持ってるよっていうこと。I have a bat and a ball. 本当だ。バットもボールも一個ずつだから、ボールズとかなんないんだね。I have a bat and a ball. バットとボール持ってるんだ。君は、そう、本を持ってるよね。You have books. 君は本を持ってるんだねってメグちゃんに言っています。今度来た時に自分の宝物を教えてください。私こんなもの持ってるのよ。先生の宝物はね、I have books. それに I have a bird. Bird は鳥さんのこと。この前泣いてたでしょ？それから I have cats. 2匹いるから。さあ、頭の上に手を置いて、on。言ってごらん。はい、on。ポッケの中に手を入れて、はい、in。思い出した？中、in。お尻の下に手を敷いて、under。under、下が under だったよね。さあ、on the table に何がある？絵の中見て。a cup。じゃあ、in the tree には？うん、apple。図だよね。もう10個もあるんだから。図。2個以上あるから。じゃあ、under the tree には何がある？そう、お花は flower。聞いたことあるよね、きっと。でも、2本生えてるから。そう、flowers。あと少し物の名前覚えてもらおうか。車が走ってるよね。車なんて言うか知ってる？そう、car。car 一台だから car。 お家は、あ、この前知ってたよね、みんな。 a house。 house。 鳥さんはね、ちょっと難しいんだ。 b って言った後すぐに舌を丸めて bird。 bird。 でもここは3羽飛んでるから birds。 birds。OK? もしできたら、あと1回か2回聞いてくれると、全部覚えちゃうかもしれないね。みんな頭良さそうだもん。先生はみんなに会えて、I am very happy. 私はね、am。これが1たす1はの和だよね。私は、happy。 嬉しいな。I am happy でした。それではまた、bye。